ついにラストステージ来ましたね。やってきます。大迷宮の秘密。あ、あいつやマミーや。マミー、よう名前覚えてたな、俺今。俺はほとんどの人の名前覚えんのに。あ、むずそう。あいたー。ちょっと待って。これ新ステージっぽいね。え？そんでいいんや。あ、そういう感じね。オッケー。深く行くやつ。あ、上なんやね。いつも深く行くやつじゃなかった？そう当たるのね。その後も当たり判定あるのね。了解しました。やっていきます。これ一回戻ればさ、あれ出るんかな？なんとかなんとかってやつ。あ、どっちみちこれずっといるんか。お題が出るんかなって話です。こっから一回リセットすれば。お題見れたらやってみましょうか。その通り。これ歩くスピードってどんなもんなんやろ。これなんかコイン、あ、時間乗ってるけどもしかして。あ、3か。時間じゃねえわ、あれ。なんて簡単やな、これ。実はコインを集めろっていうお題のような気がするな。これ簡単なところからコインがあるっていうことを考えると、あとこの ZL 使える系使える、あれ、あ、使えんわマミーには。フラワーには使えました。フラワーには使います。これも新しい遊びやよね、今考えるとね。あのポインターと A ボタンなんて思わなかったよ昔さ。ポインターとともに A ボタンなんてよ。インターフェースがいまだに、これなんか簡単やな、こいついる場所。こいつがいる場所が簡単であればあるほどなんかコイン集めなあかん気がしてくるわ。ここで、こいつってあいつ誰、名前何、あっちからこっち来てるもん、簡単やな。シャ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 できるし、この、マミーじゃねえや。兵法じゃねえや。アシストプレイ。あ、ダメージ食らった。ダメージ食らわないっていうあれやったらきつい。危ねえ、今の絶対俺ダメだと思った。キノコあるんかな。一回竿つけときますか。ちっちゃいな僕、かわいい。僕がかわいい、もう僕がかわいい、すごくかわいい。おお、キノコもあれも出た、最強じゃん。これ無敵なんかな。あ、倒せるやん。倒せるやん。ワンナップくんいる。これ何面まで行くのこれ。ワンナップくんじゃ、え、名前仲間や。ワンナップくんじゃない、なおさらいい。うわ、歩けば金出る。幸せの靴、幸せの靴くんや、幸せの靴くんや。じゃあ、あれ経験値か。え、当たったの幸せの靴くん。そっか、ごめん、俺があそこで一回右に行こうか迷ったからやね。優柔不断な僕を許してください。これ初見ですからね。あ、初見ですからねって威張ったけど一回やられてる俺。一回もやられてないと思ってた俺。一応取るね、コイン。コインを1000枚以上集めたっていうお題やと思ってるから。違うかな、多分そうだよね。全然簡単だって。あの人たちもどこ狙ってるか分かんないし。ここであれが出てもしゃあないくね。
敵が出そう。なんか一人何やった、一人何やったの今。ほら亀くんに当たらないから。亀くんに当たらないから意味がないから。これ仲間来たー。仲間、仲間いっぱい集めよう。仲間集めるとか歩くだけの幸せのくん、幸せのふつくん、幸せのくん。超ゴールデンラッシュ最強。あー気持ちいい、あー気持ちいい。もう君をどこかに行かせないよ、ここにいてもらうよ。取ってないけど、取らなくてもこいつが歩いてて生きてる方が幸せだ。あー幸せだって言ったのにごめん、あんなひどい人がいた。何面が50ぐらいありそうじゃない。なんか結構きつかった気がするんじゃな、ワンの時、ワンというか前作までの時さ。何から逃げてんの君、君何から逃げてんの。あーしまったな今。何にもない子や。むずなってきてるな。いたか、そっか、やばい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 な、やられちゃう。可愛すぎるね、あのキノコの形。メガネかけてるな、あの青い子。これハンマーもう一個出んかな。あれ来んの、あの子なんで来ないの。あの子友達でしょ。あ来た、一回近く行ったんな、来んね。あの子そこもまたいいね。よし、あー気持ちいい。危ねえ、歩こう歩こう。これ歩くだけでずーっと歩いてたらどうなるの。これ時間制限もないし、ずーっと無制限やん。9990いくやん、それ大丈夫。あいかんねや、ちゃんとなってるな任天堂。あの昨日キラー踏むって言ってたの、なんとか戦の中でのキラーを踏むとコインが1枚もらえるので、コイン200枚いこっか、ゴールデンキノコ見つからないしって言ってたステージのキラー踏んでも途中でコインが出なくなったのと一緒です。ちゃんとしてます任天堂。あれそんなこと喋ってたでごめん。結構弱いなあの子。よし待ち合わせ成功。危ないね、待ち合わせしよう。どこでする。こう2人いたらそこピヨってすぐ倒せるのかな。あれこんな動いてるやつは1人じゃ倒せないですからね。
簡単やな。これでもね、このお題をクリアできんかった時にさ、やり直すのが力いるよね。こんだけ進んでると何面まであるか知らん状態で。入れたい今。今キノコ取る気なかったのに。一個くれてるやん、このキノコ。テケテケテンテケテケテンってなったけど、あ、ゴール来た。やった、30ステージやった。50面やったきつかったけど、あー気持ちいい。金が好きなんやなこの子。金がメインだよこの人は。クラウンの形になってるし、なんやろ。3000点ぐらい稼げたらよかったんやけどね。3000点稼ぐってやつやったら俺辛いよ。これもう一回動画撮らなかんよ。長生きさせなかんよ、あの幸せの靴を。3000ぽいくね。あ、あれ分からなかった。どうなんや。あー可愛いクラウン。だからあのマリオ U でもクラウン取らせてくれてたんや。キノピオいないよね、スマブラに。ちょっと静かにしますかね。じゃあエンディングやでさ。ということで、今エンディング中考えてたけど、お宝探しやからそりゃね。探検隊員みんなで殺して、難しい。それは難しいわ。3000枚よりこれ、あの絵がヒントやったんや。閉じられた。ちょっと待って、閉じんといて。ちょっとどういうこと閉じるって。ちなみに今ここまでクリアしたんやけど、あ、2個書いてあったな今な。一気にこれページ戻れんのかよ。戻れた。そこ戻る？ね、2個キノピオのハンコ下でね、これはハンコないんや。この統一感がちょっとわかんないです。あとは取ってないのがね、あるんです。確かにあるんです。で、ここの単位、あ、ヒントやったやんな。だから、例えばこれやったら、ダメージを受けなかったって、全然ヒントちゃうわ。全然ヒントじゃねえ、じゃなかったです。で、なんでこの庭だけここになってたんかもわかんないですし。全員でか。ベストフロアも出るんや、これは。で、ベストコイン出るんやな。これはちょっと別動画にしますね。だから、あと1やろう。で、この2つが難しかったんです。ここら辺を撮っていきますね。これはちょっと動画が途中で切れたんですけど。
失礼します。